見て見て見て、この場にスイーツマーケットができたんだって。あ、ここここ無人なんだけど、すげえ、めっちゃスイーツある。これやば、めっちゃテンション上がんじゃん。え、こんなに並んでんの。リンゴ飴もあんだけど。本当だ、ごバナナ24時間らしい。深夜とかにも食べれるってこと。罪なお店。今日は俺のおごりなので好きなの食べましょう。あ、じゃあ端から端まで。ケーキは絶対食べたい。フルーツは欲しいな。いきなりキングは取れないでしょ。ニモプリ堺の名物なんだって。全国のご当地スイーツ食べられるってめっちゃおもろくない？待って待って待って、やばいのある。チーズじゃん。ね、見た目めっちゃ面白い。映え団子あるじゃん。これからのシーズンだとさ、ピクニックとかもめっちゃいいじゃん。ちょっと買いすぎじゃない？まあまあまあ、ビチャさんのおごりだから。これで伝票を打ってペイペイと現金がいけるっぽいね。いや、ビチャさんいいんすか、こんなに買ってもらっちゃって。このシュークリームとか食べたくてしょうがなかった。いや、もう見てわかるけど生地パリッパリじゃない？うんまっ。ゴーキャンプ地とする。え、やばい、おしゃれピクニックやないかい。うわ、みたらし、こいただきます。めちゃくちゃ濃厚。祭り系のスイーツもあるんだね。リンゴ飴今から食べるのちょっと大変じゃない？そんなこともあろうかとカットされたものをご用意させていただきました。おー、うまそう。うん、まっ。なんだ、え、待って、めっちゃ可愛いじゃん。おお、はい、ママー、ケーキ、ケーキ、うひょー、デリシャス。おお、酸味とのバランス。新所沢駅から徒歩10分、スイーツマーケット。